さん、我々、爆薬の爆に除血の除と書いて爆除と申します。よろしくお願いいたします。MC 何喋るか全然決めてなかった。またそれかい。助けを求めるのが、あ、困ったらなんでこっちを見るの。まあ、マイク置いてあるから。ヒップスターさん、今日は7周年のイベントですよ。7周年ですよ、すごいことですよ。言うことは決まってるじゃないですか。ヒップスターさん7周年よろしく、あ、おめでとうございます。7周年おめでとうございます。これからも末永くよろしくお願いいたします。
中学、そっか。そうです。そうです。マイク通すの忘れて。7年ね、でも7年ね、この一つのこうお店をできるっていうのはね、やっぱすごいですよね。しみじみ。実感がこもってる。あの、わかるからさ。7年はね、すごいよ、本当に。紹介します。大通りの方のね大通りの方のね、遊び場さんっていうね、素敵なお店のマスターをやっていらっしゃいますので、よかったらねこの後って、来てくれ来てくれるならだそうです。よろしかったらね。でもね、今日出演者の方でもその音楽ね、うん、やってる人、まあ、後ろからカソミアレイっていう、この道二十何年のね、20何年、いやすごいよね、人生ですよ、人生、人生、そうだ次の曲いきますか、尻切れトンボですけど、あ、じゃあ次の曲の時に、thank you.
ったかも。我々爆上あのトリコっていうバンドのコピーバンドをやっておりまして、なんか複雑怪奇なね、ボーカルもちょっとよくわかんないなって思ってるけど、練習の時楽器隊の人たちみんなうんっていう顔しながらやってるんですよ。そんな感じだからね、半年くらいずっとメンバー募集をしてるんですけれども、誰一人として今まで引っかかってくれる人がいなくて、本来ね、トリコっていうバンドボーカルじゃなくてギターボーカルなので、もう一本ねギターが欲しいんですよ。よくわかんない方のギターは岩本さんがやってくれてるので、あのね、サイドギター、リード違う、サイドギターをちょっとやってみたいなっていう人がいましたら、ねえ、いないかな、まあ、我こそは訳のわからないギターやりたいよっていうマスラオがいらっしゃいましたので、この場で言うのが恥ずかしかったら後からお声掛けいただきましたので構いませんのでね、よろしくお願いいたします。じゃあ次の曲いきましょうか。Thank you.
危ないね。そこ危ないわ。そこも危ない。次のライブ告知でも。あ、そうそう、あ、はい、ライブの告知をします。3月3日の、レストさんで行われる姫祭りの方にですね、我々爆笑出演いたしますので、よろしければその時も見に来ていただけたら嬉しいです。この場に対バンする予定の人もいることですし、聞いてるか、対バン予定の人よろしくね。結構いっぱいいるのかと思った。Thank you.
末永くよろしくお願いいたします。そうですよね。経験してほしい。